バランスホイールでさ、家族というテーマはよく出てくる、バランスホイールでいろんな方面にゴールを作りましょうねっていう。で、その一つとして家族というのはよく出てくるテーマなんだけど、仕事のゴールを設定しますとかさ、趣味のゴールを設定しますとかはまだいいんだけど、家族のゴールを設定しましょうっていうと、ちょっと誤解をする人がいて、実際自分も相談を受けたことがあって、コーチングの相談を受けた時に、私の子供が何々なんですけども、で、子供がこうなるためにはどうすればいいですかね、というコーチングでの相談を受けたことがあって、いや、家族のゴールは設定するとは言うけども、コーチングのゴールはあくまでも自分のゴールなのね。